ましょう。ああ、めっちゃ文字とかも。はい。スーザワイルドですね。あ、SE も。お願いします、解説を。はい。はい、こちらハイラル平原の戦いとなりまして、ハイラル平原に押し寄せた厄災の魔物たちを、ハイラル王国のフリンクたちが、迎撃するという戦いになります。ブレス・オブ・ザ・ワイルドではリンク一人の冒険でしたが、今回はハイラル王国であったり他の種族であったりと協力して魔物たちと戦っています。と言っているアイラシン、ハイラル平原の魔物たちは大砲で一掃できましたので、これからさらに、はい、他の魔物を掃討していくという。まだこのタイミングはまだリンクはみんな他の兵士と一緒に戦っているという状況なんですね。そうですね、装備についても、ハイラル兵、ハイリア兵の鎧、兵士の兵士、はい、今のところがだいぶ、あ、そうだ、無双だったっていう。あとキャラクターアクションですね。はい、各キャラクターに、固有のキャラクターアクションがありまして、リンクですとブレス・オブ・ザ・ワイルドでも見れたような、はい、そうですね、弓矢ですね、弓攻撃と、あとは今見ていただいたのが縦サーフィンですね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドのリンクのアクションで見れたような、はい、活躍が今作でもリンクが駆使して、文字通り無双していくというようなアクションとなります。で、今100年前の世界なんで、こういったあのハイラル城が、あ、本当に奥に見えてますね。はい、綺麗な状態のハイラル城が、はい、厄災が起こる前のハイラル城、ね、門もある。ちょっと見てみましょう。奥にあの広場みたいなところもあるんですね。そうですね、あれがちょうどバトルが開始地点だったのが、ちょうど、はい、式典場になります。あんまり見せます。殺技あたりもお見せしましょうか。はい、リンクの殺技、今強敵である森、はい、で、強敵との戦いはですね、今表示されているウィークポイントゲージというゲージを減らして、敵の隙をついて、戦っていくという流れになります。うんうん、これ前作の時もありまして、そうですね、なんでただ正面から戦うのではなくて、敵の隙であったり、カウンターであったりを狙いながら戦っていきます。で、ウィークポイントゲージを減らしきると、強力な攻撃で敵にとどめさせるというような。なるほど、この辺の爽快感はやはり、そうですね、はい、なので操作はゼルダ無双の前作を遊んだ方もすんなり遊んでいただけるようになって、この拠点の感じもゼルダ無双というか、無双の感じですね。そうですね、そうですね、拠点の敵を、はい、撃破していくと画面上の拠点のゲージが減っていきまして、で、最後強力な敵が出てきますので、こちらを撃破すると拠点を制圧できるという流れになります。回避するとワイラッシュ。あ、あら、これは。はい、回避ジャストからラッシュで、はい、大きくウィークポイントゲージを削れます。うん、今一発で成功したのですごいホッとして。よかったです。リハでは全然成功しなかった。完璧なタイミングで今成功していただいて、あ、で、今この青くなったので制圧したという形ですね。そうですね、拠点の、はい、敵の物資を獲得してさらに次の戦場へと行きます。うん、でまた次の拠点に向かうと。そうですね、アイテムも手に入るんですね、地中ゼリーとか。そうですね、アイテムであったり新しい武器であったりを獲得して、さらに次のバトルへのための、はい、おそらくまたさらに強敵が出現します。はい、いる、味方がいる。そうですね、やっぱりこれが100年前の戦いで一番ブレスの世界とは違うところかなと思います。はい、リンク一人でしたからね。そうです、
はい、つけました。はい、それで今右に出てる拠点を制圧するっていうミッションをこうやっていく、そうです、の一つを制圧したよということですよね。そうですね、右下にマップが出てますので、そこに向かってまあ攻略していくっていう、はい、この辺はあの今までのゼルダ無双と、うん、はい、同じようなシステムになっています。はい、お、はい、聞きたいことはいっぱいあると思う。はい、はい、いろいろ聞きたいですけど、はい、インだとこう邪悪な感じですけど、なんか子供の目をしてたような気もしましたけれども、はい、すみません、実況をずっと忘れてしまってて申し訳ないですけど、そうですね、ある理由から、シーカーストーンが使えるようになりまして、はい、そうですね、はい、今リモコン爆弾で、ボコブルのトリレごと破壊するアクションをしていただきます。あ、本当だ。もう使えますね。はい。あ、ベースのアイスメーカー、はい、ついても、氷を出現させて空中攻撃につないでいけるようなアクションとなっています。もう一回やってみましょうか。あ、そしてどんどん城下町の方に来ている。そうですね。はい。はい、キャラクターアクションと、シーカーアイテムのアクションを駆使しながら、戦場攻略しています、はい、で先ほどの、強敵ボコブリンなんですが、ちょうど今、アイコンが出ていると思います、はい、このように言葉を失って言い放題じゃないですか。そうですね、あのガードを固めている敵に、リモコン爆弾で、カウンターを取りまして、はい、そのガードごと、はい、対して、このように強敵を、シーカーストーンを駆使して倒していくという、はい、私たちあの四角いのと丸いのをこう交互に投げて精一杯だったんですけど投げ放題でしたね。100年前のリングです。100年前、あ、やばい、襲われてる。火も切れる。そして何気に BGM もすごいアレンジがいいですね。そうですね、 BGM に関してもあのゼルダチームの皆さんも監修いただきまして、はい、ブレスオブザワイルドのサウンドのアレンジであったり、はい、という形です。強い人たちだ、はい、青が、そうですね、青ボコブルが、あとはおなじみのあの樽ですねであったりですとか、あの、はいはい、シーカーアイテムであったり、こういうアクションを使って、地形であったり環境であったりを利用して戦っていくという形です、うん、こんなに栄えてる感ですね。そうですね、これも、はい、100年後には見られなかった、うん、はい、ハイライトの姿。ちょっと比べてみたい感がありますね、こうやって見てみると。これが制圧できれば3分の2制圧ということですよね。そうですね。
またそうですね、強敵に対してカウンターのチャンスが出ましたね。あ、ちょっと遠かったですね。遠かった。あそこからパラセールで攻撃するみたいな。あ、そうですね。そういう感じですね。はい、出会ったりというようなコンボもつなげます。うん、回避ジェストは一発で成功できたんです。そうですね。あ、チャンスです。またチャンスが。はい、敵の突進攻撃に対してアイスメーカーでカウンターが入って、でさらにそこから、はい、すぐにウィークポイントゲージをすべて削れたと。突進を今止めた形なんですね。そうですね、氷に激突して、はい、関数の時間を作った。さあ残り一つの拠点に向かいますと。ちょっと拠点が遠いですね。あ、ファイアミズローブ、嫌なやつですね。そうですね、進化側に登ろうとすると現れるイメージ。今ちょうど先ほどのインパが操作可能になったと。はい、ちょっと切り替えてみましょう。切り替えてみましょう。お願いします。お任せください。あ、はい、インパです。こんなに可愛いとは。かっこいいイメージがあったんで、インパさんは。そうですね、100年後。はい。100年後、あのリンクを導いてくれるような役柄で登場しましたが、はい、100年前のインパとして、うん、はい、操作してリンクと同じく活躍できるので。なるほど。リンクでは ZR 攻撃、あの固有アクション攻撃でですね、弓矢を使いましたが、インパの場合は、敵に陰を付与してそれを獲得すると、分身が増えていきまして、はい、それでさらにリンクに戦えるというようなアクションになります。ちょっとイーガダンっぽいですね。シーカー族の、ね、そうですよね、シーカー族の武器であったり体術であったり、うん、暑いですね。早打ちを、早打ちを。はい、全然違う、さっきと。そうですね、陰を吸収するほど分身が増えていきますので、あの本当だ、はい、こちらの手数が増えて、ウィークポイントゲージのを削るチャンスで一気に削れます。で、陰を集めている状態では、はい、必殺技も強力になりまして、強敵を。かっこいい。じゃあこの辺に、辺にしましょうか。この辺なんですか？ちょっと見たいでしょうけど、まあ、はい、今日はこの辺までいいですね。今日はこの辺。はい、この辺まで。